ペースケは1979年1月4日から1992年6月27日まで、朝日新聞の夕刊で連載されていた4コマ漫画である。作者は、その山俊二。朝日新聞夕刊に連載されていた、佐藤三平の藤三太郎が、サザエさん救済後に4コマ漫画不在となっていた、長官へ移動するのに伴い、新たに夕刊連載の4コマ漫画としてスタート。 しかし、作者、その山の病状悪化に伴い、1992年6月27日、3764回目の掲載を最後に救済、未完のまま半年後のその山の死により、絶筆となった。1990年には、アニメ化がされた。富士三太郎と同じサラリーマン漫画だが、新聞漫画には、 珍しいストーリー4個まで連載が進むにつれ登場人物が年を取るのが特徴である。ちなみに主人公ペースケこと平野平介は1979年1月の登場時は卒業間近の大学生で最初の3ヶ月はキャンパスライフやバイトに精を出す貧乏学生としての姿も若干は描かれていた。その後同年4月に 新入社員となったのを機に、本格的サラリーマン漫画へ、以降、やがて将来の妻、ひろこや愛犬、ガタピシ等の出会いにより、徐々にファミリー漫画の様相へと時間を追うごとに、スタイルも少しずつ変化していった。その山は、当初は新聞の4コマ漫画ということで、先輩格の佐藤三平、藤三太郎を意識しすぎるあまり、 政治や事事といった話題を織り込まねばならないのかと苦悩した時期もあったとのことだが、ガタピシの登場後、その愛らしい表情やほのぼのとした雰囲気が評判となったため、後に自身もガタピシにより救われたとコメントしている。こうした、その山らしい平和でほのぼのした世界観が新聞漫画の範疇を超えた人気を集めたが、作者の休止により絶筆となったことは広く惜しまれた。 ちなみに佐藤が病気で、三太郎が救済した時、ペース家が入院中の三太郎を見舞いに行く話を、その山が描いた。ところが、佐藤は復帰すると、三太郎で同じシチュエーションの続編を描き、その山もこれを受けて、作品で応答したので、長官と勇敢のどっちに、どっちの作者がどっちの作品を描いているのか、混乱しかねない状況がしばらく続いたことがある。 これもコラボレーションの一種と言える。1990年4月から1991年3月までガタピシュのタイトルでテレビ朝日にて帯番組として放送された。全199話、関東ローカルだったが、後にテレ朝チャンネルでも放送された。なお、18時50分枠で帯のアニメが放送されたのは、藤子藤尾劇場、忍者服部くん以来である。前者は、 オープニングとして流れており、後者は逆にエンディングとして流れていた。主題歌が変わると冒頭では、ガタピシーと声をかけられたら、ガタピシーが一回吠えるものとなっていた。ガタピシーに関するカテゴリー、ありがとうございます。